こんにちは、キズナあかりです。本日は、HTX で飛行機を飛ばそう、第9回、打角の切り替え、を、お送りします。これは簡単なので、早速やってみましょう。試しに、エルロンの打角を2つ作り、スイッチで切り替えられるようにします。同じ、操作をインプット図でもできますが、今回はミックス図で設定します。現在、エルロンの打角は 50% となっていますが、これをスイッチで 60% に切り替えられるようにしてみましょう。まず、CH1 を長押しして、コピーを選択。すぐ、下にコピーを制作します。次に、元の CH1 を長押しして、エディットを選択。下の方にある、スイッチという項目を選択します。今回はスイッチ SD を、下に下げると、打角 50% としましょう。リターンボタンで戻ります。試しにスイッチ SD を操作してみましょう。スイッチが下にある時だけ、CH1 が太文字になりますね。これは、太文字の時だけ有効ということです。現在のままだと、スイッチ SD が下の時に、打角が50プラス50の100になってしまいます。設定を続けましょう。コピーした下の項目を編集します。こちらは、打角 60% としましょう。下へ下がって、スイッチの項目で、スイッチ SD が上と設定します。リターンボタンで戻ります。試しにスイッチ SD を操作してみましょう。太文字が入れ替わるのがわかりますね。つまり、HTX で打角を切り替える場合、打角を切り替えるというより、ミックスの内容を切り替えることで、結果的に打角が変わります。このスイッチ機能ですが、かなり複雑なことができる上、簡単にミックスなしや、二重にミックスする設定が可能なため、必ず入念にテストしてから飛ばしましょう。さて、次回は、テレメトリーの設定、を、お送りする予定です。次回も見たい方は、高評価とチャンネル登録もお願いしますね。じゃ、またね。